おはようございますえー、今日はですね9月30日土曜日土曜日の朝ですえー、皆さん元気にお過ごしでしょうか9月もね最終日ですよ今日はねちょっとホテルの一室からお送りしてるんですがえー矢沢栄吉 EP 版紹介 今日は口づけが止まらないですえー、共犯者アルバム共犯者からの3枚目のシングルカット曲ですねでいくつか特徴があるんですがまず B 面がですねルイジアンナニューバージョンです で、1985年に「テン・ヤザーゴ」後キャロル時代の曲をカバーしたアルバムが出されたんですがそれにはこの「ルイジアンナ」は入ってません不思議ですよねで3年の時を経てこの「口づけが止まらない」の「 B 面にですね入っているという「ことですねもうテン・ヤ a Go」の1曲目に入ってもですねおかしくない感じですけどあのー、ねこの B 面に入ってるとでですね2つ目の特徴作詞がですね相良義昭です 数ある A ちゃんの曲の中で、この相良義明作曲の曲は、この口づけ、あ、作詞ですね。相良義明作詞の曲は、この口づけが止まらない、ただ一曲です。で、ネットでもですね、あまり情報がなくて、あのー、もともとはコピーライターみたいですね。で 作曲家の小林亜生に見出されて作詞家に転向80年代はあのアイドルの河合直子そしてえー、アニメ等の作詞をですね、まあ、アニメソングの作詞なんかを手がけてたようですねということでえ艶、ー、っぽい歌詞ですね キスが止まらなないいじゃないですからねこの「口づけが」っていうのがちょっとツヤっぽいですよねあのね「さらいたいほどさらえないほど」「憎みたいほど憎めないほど」「殺したいほど殺せないほど」とかね 口づけが止まらない夜さ。こういうね、曲なんですけど、失礼しました。あのですね、えー、ちょっとね、下手くそな歌をお聞かせしましたけども、ちょっとミディアム調のですね、曲になってます。で、さらに特徴なんですが、このシングル、 「共犯者」からの3枚目のシングルカットなんですが1つのアルバムから3曲のシングルカットはですねあのあとは「どうもなストップ」ぐらいですかね「夢の彼方ラストシーンビッグビート」でこの共犯者からは「共犯者ニューグランドホテル」口づけが止まらないということですね。 まあ、一つのアルバムから三曲目のシングルカット。それも特徴ですね。で、もう一つは、あのー、東芝 EMY 移籍第一弾です。ね、東芝 EMY。ワーナーから移籍した第一弾ですね。あのー、まあ、ワーナー時代、 プロモーションにです、ね、いろいろ不満があってでですね、あのー、どうも移籍を決断したみたいですねえー、まあ共犯者アルバム紹介っていうかね前にねシングル紹介とともにしたことがあってロンドン録音ですね えー、それまでのカリフォルニアサウンドとはちょっと違う感じになってます、ね、EMI に移籍してロンドン録音とプロデューサーはトニータバナハードロックバンドナザーレスのプロデュースもしたことがねあります、えー、そしてですねさらに特徴を挙げていくと 昭和最後のシングルですこのシングル発売後39日後に平成に変わったのかなまあ昭和最後っていうのも大きな特徴ですねということでちょっとね中身を見ていただきましょうか 地づけが止まらないルイジアンナですえー、そしてですねあのえー、ザ・スター・イン・ヒビア これは2019年の幻のマフラータオルなんですが、えー、明日ですね、大阪城野外音楽堂、高中正義のライブに参戦します。高中正義といえば、ザ・スター・イン・ヒビア、帰ってきたぞっていうね、あのステージでギター弾いてましたよ。 今や押しも押される押しも押されぬ日本のトップギタリストですよねで今日はですねあのナンバーグランド花月でお笑いですお笑い見てきますよということでね土日ちょっと楽しんでますけど皆さんも楽しんでますか はい、ということで今日はチラ見せですこれ私ですねねパンパンですけどこねちょっと二の腕もこんな感じで脂肪だらけですがえ ロッキンロールということで、ね、今日はこの辺で終わりたいと思いますでは皆さん来週またね元気にお会いしましょう10月からも頑張るぞでは皆さんさようなら